皆さんこんにちは、さよさおぽろです。はい、こんにちは、100を切ることができない、取れ高がない時に現れる宮下です。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、ゴルフボールについて、なんか俺こういうの使ってんだけどどう思うみたいな、よく言ってたじゃないですか、いや、私的には別に何使ってもいいとは思ってるんですが、何を使ってるかよくわかんないんで、そのボールについて少し話す皆さんにも教えてほしい、皆さんもどんなボール使ってるのかとか、ボールについてこだわってるとか、そういうのあれば教えてほしいなと思います。で、早速、僕はゴルフ始めてちょうど2年なんですけれども、使うボールはロストボールをアマゾンとか楽天とかで買ってたんだけど、それよりもあとは人からもらったやつね、なんか最近イベントとか出るんでもらえるようになる、で、まあ違いは分かるんだけど、そんなことよりもゴルフ先に覚えなくちゃいけないこといっぱいあるなと思ってやってたら、ついにずっと買い続けるボールが見つかった。お、そう、それはそれがこれです。じゃーん、ツアー Z。 見たことないでしょ。ない。なん、どこのボールなんですか？アサヒゴルフ用品株式会社。で、なんか良さは何なんですか？これは、ビッグカメラにしか売ってないボールなの。まず絶対多分ビッグカメラでしか見たことない。かつ、これ一言で言う、ネットで買えない？ネットでも買える、落ち言われちゃった。ビッグカメラどこにでもあると思う。札幌でもあったし、どこ行ってもビッグカメラがあるから買ってほしいんですけど、落ちは12球で980円、新品のボールが1ダース980円。安いでしょ、ロストボールより安い。そう、ロストボールより安い。ロストボールって言っても結局1球100円とかしてるから、そう考えると1球あたり90何円くらいなんで完璧。完璧、で、これオレンジと白と黄色がある。おー、で、自分はオレンジと黄色ばっかり買ってる。白はあんま使わないんですか？ボール見つかんないから、だいたいロストするから。自分のボールって分かりやすい。そう、ちょっとこのあれ見ていいですか？いいよ。硬さとか、リンプル350、構造2ピース、コア、素材、高反発ソフトコアってことは結構柔らかめなんです。スピンがかかりやすいのかな。カバー素材、高弾度、アイオノマーカバー、高弾度、コンプレッション80、分かんないですけど、ソフトぐらいしか私も、これ使っている。はい、なので安く、新品のボールが安いから買う。これもう2年くらいもずっとビッグカメラに置いてあるんで、多分皆さんこれも本当おすすめ。はい、じゃあ早速ね、私もボールいっぱい持ってきたんで紹介したいと思います。あ、そうそう、だからボールの違いとか聞きたい。はい、まず、さっき言ってたね、タイドリスト、これは海外にしか売ってないやつ。あ、そうなの。なぜならタイドリストのマークがピンク。おっす、ピンクだから、海外でピンクのタイトリストってのプロ V1 だから1ダース、ここがピンク、ここがピンク、ここがピンクっていうだけで、そう、ここがピンクってだけで家に1ダース保管してあります。いつ使うのこれ。え、見るよ見るよ。ん、保管保管し、え、保存用、保存用。すごい、何言ってんのかな。いや、また海外行くときに買いに行けるから使って、海外行くまではちょっとこれは保管しておきます。次、はい、これ知ってますか？これあれじゃん、この前やったじゃないの、光るボールじゃないの。違います、ロックオンボール。あ、純ちゃんとか結構たまに使ってるんですけど、飛ぶと言われてます。高人級です。高人級で飛ぶと言われてるボールです。色によってはピンクかな、ピンクか黄色が合わせたんですけど、すごい飛ぶらしい。これ白だ。色によってスピード、何、飛距離が違う。すごい楽しんでるね、ロックオンボール。ロックオンボール、なんかこのあれがいびつじゃない、この大きかったりちっちゃかったりしてるじゃん。ね、ディンプルの大きさがでかい。バラバラなの。ディンプルの大きさがバラバラです。結構。これがなんか飛ぶ秘訣なのかな。おしゃれなマークもある。軽い感じがする。なんか柔らかい気がする。触ってるだけ。タイムスはさっき硬かったよね。なんかそうだよね。ヘッドスピード40、フィーディングソフト、ドライバー弾道、高弾道、コンプレッション90、ディンプル数312、構造2ピース。次いきますね。はい。じゃん、お、これ見たことある。これ ロストボールでいっぱいあった。飛ぶって書いてある最初から。飛翔、飛翔。これはなんと非公
認定でございます。ってことは試合などでは使えません。めちゃ飛ぶってこと。めちゃ飛ぶってことです。さあ、なんか違いますか。すごくソフトなフィーリングでって書いてあるの。すごいソフトだ。ヘッドスピード25から対応だから、他はだいたいね30とかね35とか40ぐらい対応なんですけど、結構本当シニアとか女性に向いてますって書いてありますね。なんか売っててビクトリアに、うん、なんか面白そうだなと思って買ってそのままっていう。おワークスゴルフさん、これなんかこういうメーカーと話したよ。なんでボールこんな硬いとかあるの。硬、うん、かったらヘッドスピード速い人向けなの。あ、書いてる、ほら、反発係数って書いてあって、これはでもルール適合ラインを超えてきた、だいぶ超えてきたって書いてある。ってことはそんなに飛ぶと思うよ、うん、じゃどんだけ違うのかやってみたいよ、うん、じゃ次ピシャーって書く。次いきます。じゃん、去年の Z スター。え、毎年違うの。え、2年、スリクソンだよね、これ、うん、スリクソンの Z スター、うん、で、2年ぐらいでモデルチェンジするんですよ、確かボールって1年か、うん、1年だっけ、2年忘れましたけど。なんで去年の Z スターを持ってるかと言いますと、じゃん、ピンク72って書いてあるから。あ、数字が、うん、なんかこうあんま見たことなかったんで、うん、ボールに72って書いてあるから、でそれで去年のモデルだったんで家で撮っときました。あー、なんかあった、ゴルフショップとかで、うん、この番号があるのは限定でこれだけみたいな風に売ってる人たちいた。そうそう、ね、そういう買い方。ボールナンバーって書いてある、0136547。あー、54って何。全部バーディー。全部バーディーか、うん、全部バーディーパープレイですね。なんかエンディングが良さそうなんでね、こういうのも取っといてます。これいくらくらいなの。もうここまで来ると全然値段違うでしょ。一緒ですよ。これ1個いくらくらいなの。ボール1個300円とか普通の値段だから5000とか1200いくらとかじゃないですか。3つで1200円ね、うん、一番高いのは多分これです。タイトリスト3つで2000円とか。これは多分4つ入ってるよね、うん、4つ入ってて6000とか7000ぐらいするんです。じゃあ50円、500円、1つ500円ボール、うん、これ2箱買える。でも違う、触り心地が全然違う、詰まってる感じがする。なんか全部違うくない。違う触り心地が こんな違うのぐらい。こっちはなんか比重が軽い感じがする、うん、じゃあはい最後これ。この間エピック最近ほらシラ言ってるじゃないですか、うん、ぜひエピックはキャロウェイボールとそうなの、相性いいの、相性がいいって言われたんで、うん、いただいたキャロウェイの新しいボールです、うん、キャロウェイっぽいソフト。これ使ったの。私はね、これか最新の Z スターを今使ってます。ディンプルが綺麗だね、うん、すごい、なんか絵に描いたみたい、うん、これって普通は、佐藤さん、今見た目の話しか一切言ってないですけど、72だからとか言ってるけど、なんでスリクソン使ってるんですか。まず持って、うん、一番打った感じが好きだから。あ、打感、打感とグリーンの止まるとか、うん、パターンの転がりとか。え、スピンって違うんですか、ボールによって。いや、違うと思う。検証したことないけど、うん、自分が打った時のなんかその感じ、うん、で、あ、今日なんか違うのかなと思ったらキャロウェイに変えたりとか。基本はスリックスの Z スターで打ってますね。なんか好き、構えた感じとかも、このボールマーク合わせる時とかも結構好きかな。ああ、そうね、ティーショットの時とかも、パターンの時とかもね。あとパターンの転がりでこういろいろ見えるんですけど、ちょいちょいこうやってね、うんうん、その感じとかもね結構好きだね。そう、縦に転がっていく感じが。そうそうそう、もうね、ちょっと言い方は、アサヒゴルフ用品さんすごい言い方、悪い言い方をしてるんですけど、こういうのがついてる、こういうのが、うんうん、ぶっとくてなんかボトルみたいじゃん、うん、これちょっとねアホっぽくて好きな、なんかアホっぽいとか、なんかこういう見たことないじゃんこれ、うん、ない。これが好きなの。そうそう、みんなシュッとしてて薄い感じなんだけど、モリッとしてるから。シュッとしてる。しかもこの文字とかもさ、ほぼ見えないじゃん。これが好きなの。てか表面がすごい全然違う、うん、ぬるっとしてる。これじゃあ最後さんやっぱ感じでボール使ってるってこと？感覚と見た目？感覚と見た目ですね。こんなゴルフいっぱいやってて。うん、
僕じゃあ値段で やってるよちょっと次いきますよ、はい、あるの、はいはいはい、あのこういうのね、知ってる？この松山英樹君使ってるやつか。使ったことありますか？使わない。もうね、どうせなくなるからなくなるからじゃなくてパターのラインを線を書いて合わせる、うん、やってんすか？私はなぜやらないかって言ったら、あのパターが下手じゃないから。あ、でもそのパターに本気になろうと思ったらしょうがない。私は多分今までもう10年間パターがそんなに悩んだことないし、うん、あのそんなにラインが間違うこともなかったりするんで、うん、で書き方もね、いっぱいある、いろいろある。自分の好きなこう4種類の書き方があって、まっすぐ、真ん中、あ、ある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 。これをぜひね、アリのパター上手くなってほしいんでやってほしいなと思います。ゴルフの前に自分の好きなラインを書いてみて、ちょっと試してみてほしいな。で合わせて打つ、あれが一打ですからね、あのパター入んないのも。こういうのあった方がいいと思うね。だって打ったらすぐボール見せたりとか、こうヘッド動かすじゃん。この時にこうなってる時とかあって止めちゃうとか思いながら、戻ったらこっちになっててダフみたいな感じになってすごいあるから、これあったら顔残るかもしれない。でティーショットとかも、ティーショット用とかもあるんだ。ティーショットもう合わせやすいから、この方向にね、うん、ちょっとせっかくだから1個書いてみよう。でここがツアー Z タイプ0、このおすすめの。もったいないから、これキャディバッグに入れといてね、ちゃんと。これどう入れればいいの？あ、傾…あ、すげえじゃん。そうだよ、固定される。え、で、で、固定されて、なんかその書き方できてますかね。このまま行きます。チュー、あれ、何これ塗るの？こうやって。そう、あ、そう、こういうのだけだね。一本でいいんですか？いいんじゃない？おお、いいんじゃない？ほら、これちょっとヘッドアップ、ヘッドアップも軽減されるかもしれない。横四つバージョンね、うん、またね、これのいいところは自分のボールですよっていうのも言えるのよ。早い。あ、こういうのもあるよ。真ん中、うん、あ、そう、真ん中ポンポンみたいな。これいいじゃん。あ、いいじゃん、うん、なんかまた変わって。どうですか、パッと見どれが好き？打ちやすそう。いや、もうね、頭残りそうな気持ちになったからどれでもいい。あ、でもこっちとこっちだね、やっぱり。あ、やっぱよ、それはやっぱちょっとブレそうだよ ね、うん、いいけど、うん、こっちの方が強烈だね、やっぱり、うん、打てっつってる。こっちもいい、言ってもいい、うん、やっぱさ、いつもにない線が増えるだけでイメージって結構変わるから。じゃあこれでね、次回パターいいんじゃない、やってみてください。パターで真上に置かないよね、ボールって。ちょっとこう自分の方面向けるよね。向けない。ドライバーも、もうドライバーとか真上じゃなくてこう向けてんだけど。へー、自分の目で見てまっすぐの方がまだ打ちやすいわと思って。これとかこう真上じゃなくてこうしてんだけど。違う違う。そういうのも皆さんコメント欄でいろいろ言ってくれると嬉しいと思いますまあ人によってだからね、それは。私は違うって言ってるけどじゃあ今回の動画はボールについて語る。で、ボールはいろいろあります。さらにこういうね、グッズ、線を描く、結構イメージ変わったでしょ、描いただけ。変わった、ね、パター多分ね、これいくわ、40キロ、うん、こういうのを使って皆さんのパッド数減らしてみるのも一つじゃないかなと思います。ただね、最後者さんは結局見た目と感覚でしか選んでないということが判明したから、ちょっと皆さんにいっぱい言ってほしい。なんかあと多分ボール工場行ってくるよ、なんかどっか行ってくる、取材させてって言って。そうですね、ボールについて私も全然知らないんで、うん、漢字とか好きだから、うん、ただそれだけなんで。本当だったらもうちょっとうまくね、だいぶうまくなったら検証とかやった方がいいんだよね、本当はね。一線級ってどういくのかとか。はい、以上ボールについて語る動画でした、はい、では皆さんチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今回のコメントはボールについてね、皆さんのこだわりとか、うんちくでも知ってること何でも書いてもらえたら嬉しいです、うん、私たちも知らないことたくさんあるんで、皆さんのコメントで勉強したいと思います。では次の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。